今回は債券の利回り計算のやり方についてお話ししたいと思います。直接利回りについては特別な解説は不要だと思いますので省略して、キャピタル損益を考慮した利回りについて解説していきます。キャピタル損益を考慮した債券の利回りには、応募者利回り、最終利回り、所有期間利回りの3種類がありましたが、まあ、どれも基本的な考え方は共通で、購入金額に対する1年あたりの利息と換金損益の割合で求めることができます。まあ、要は、直接利回りと運用利回りを足せばいいということですので、例を使って説明したいと思います。例えば、表面利率 3%、残存期間4年、額面金額100万円の社債を、額面100円あたり96円で買った場合の最終利回りを求めてください。という問題があったとします。で、債券の利回り計算は、すべて額面100円あたりに基準を揃えて行います。ですので、まず分母の購入金額は、額面100円あたり96円となります。で、次に表面利率は3円となります。まあ、ここには債券から得られる1年あたりの利息が来るわけですが、債券の利息は額面金額に利率をかけたものですので、表面利率の数字はそのまま額面100円あたりの1年間の利息と等しくなります。なので、ここには表面利率の数字がそのまま使えるというわけです。そして次は、ここに換金した時の価格から購入した時の価格を引いた金額を保有期間で割ったものを足すわけですけれども、債券は償還されるときに額面金額が支払われますので、今回、最終利回りの計算では、額面価格100円が換金価格となります。そして、購入価格は額面100円あたり96円。残存期間は4年間です。そうすると、最終利回りの計算式の分母は96円。分子は4円になります。したがって、最終利回りはだいたい 4.17% となります。本当はこの解き方に慣れていただきたいんですけれども、やっぱり最初は少し難しいですので、もう一つ別の解き方を紹介したいと思います。で、利回りは投資金額に対する1年あたりのリターンだということを頭に入れて聞いてください。で、さて、条件は先ほどと同じで、表面利率 3%、残存期間4年、額面金額100万円の社債を、額面100円あたり96円で買った場合の最終利回りを求めてくださいという問題です。で、利回りを求めるために、まずは購入金額について考えていきますが、額面金額100万円の社債を、額面100円あたり96円で買ったとありますから、購入金額は96万円となります。そして利息は1年間で額面金額100万円の 3%、つまり3万円もらえますので、4年間でトータル12万円もらえることになります。また、償還差益、つまり換金債益については、96万円で債券を購入して、4年後に額面金額100万円が戻ってくるわけですから、トータル4万円のプラスになります。以上のことをまとめると、96万円投資して、4年間で利息12万円と換金損益4万円、合わせて16万円儲かる。ということになります。つまり、96万円投資して、1年あたり4万円儲かるということです。
まあ、したがって最終利回りは4万円割る96万円で、だいたい 4.17% と導くことができます。まあ、要は、額面100円あたりに揃えて計算するか、実際にやり取りされる金額に着目して計算するかの違いです。まあ、ただ、試験問題では、額面金額の条件が省略されて出題されることがあるので気をつけてください。まあ、例えばこの問題で言うと、表面利率 3%、残存期間4年の社債を額面100円あたり96円で買った場合の最終利回りを求めてください。というふうに出題されることもあるわけです。まあ、この場合も自分で勝手に額面金額を設定すれば、2番目の解き方で解けないこともありませんけど、債券の利回りの計算問題は慣れれば機械的にすぐにできますので、なるべく最初の方法で解けるようになることをお勧めします。それでは今回はここで終わります。ありがとうございました。